アップライジングですね。福沢諭吉さんはこういうこと言いましたよ。思想の深淵なるは哲学者のごときにして、真実の交渉正直なるは元禄武士のごときにして、これに加わるに装束にの才を持ってしまし、さらにこれに加わるに土脈症の体を持ってして、初めて実業社会の大臣たるべしと言ってましたね。ですのでやっぱ土脈症の体を持たなければいけないですよ。健康な体を持たなければ世の中ね、あの商売をやっていけないと。哲学者のような頭もね、あの役人のようなこの知恵、これもすごいですけど、やっぱ土脈症のようなね、この体、さてと、じゃあ土脈症のような体のためにちょっと腹筋でもしないとな、ちょうどいいこれあったもんね。やんないとあれだね、腹筋をね。ここかな、はい、さてと、思想の深淵なるは哲学者のごとくにして、真実の交渉正直なるは元禄武士のごとくにして、これに加わるに装束の才をもってし、さらにこれに加わるに土脈症の体をもってして、初めて実業社会の大地に至るべし。やっぱりね、哲学者のような頭と役人のような知恵、そして侍だね、侍のような道徳心、そして土脈症のような体、アップライジング、よっしゃー。